ううん、いいの、手伝うって言ったでしょ。これなんか懐かしいな。古井さんとスタジオで、これは思い出したくないやつ。これでも普段使いの。お前なんとか終わりましたね。フレイさんのこの量で最も未開の地が残ってるからな。